なんか挑発が流行ってるんですかね。あ、ここは ちょっとこれとか怖いですね。お、ああ今気づいたんですけど、車はミャンマーは右側走行ですよね。でも電車は左側ですね。やっぱこれはなんか日本の影響があるのかな。あ、ハロー、ソーリー。Hi. Ah, what time is to Yangon? 11:50. 11:15. Ah, okay. How about the next one? 1 hour then. 1 hour after 1 hour. Okay. Thank you.今聞いたら、11時次が15分ということで、あと30分ぐらいありますね。30分、40分ぐらいあります。で、その後はって聞いたら、1時間って言ってたんで、だいたい1時間に1本ぐらい来る感じですかね。駅の周りは正直何もないですね。ちょっと地図で確認してみます。はい、今ヤンゴン駅の一つ前で降りました。で、ここから多分ショッピングモールのジャンクションシティっていうところが多分近いと思うので、とりあえずここで降りました。多分目の前の橋を渡って左側に行けばすぐ着くと思います。はい、今ジャンクションシティに近い駅で降りたんですけど、もうなんか無人駅みたいな感じで、なんか切符とかをこうチェックする人もいませんでした。電車の中でもなんか切符をチェックするっぽい人はいたんですけど、でもなんか全然見られませんでしたね。バンコクとかだとなんか、まあ、絶対こうなんかカチッ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 って言わせてこう近寄ってくる車掌さんみたいな人がいるんで、で絶対チェックされるんですけど、ミャンマーチェックされませんでしたね。なんでもただ乗りとか全然できそうな感じでした。とりあえずヤンゴンまでの
往復の200チャットをヤンゴン駅で買ってたので、でも全然本当いわゆる無賃乗車ができそうな感じでしたね。まあ、きちんとミャンマーのその鉄道会社としてはお金をきちんと集められてるのかどうかっていうのがちょっと分かりませんけど、まあ、そういうところにこう人件費かけてもいいと思うんですけどね。多分無賃乗車してる人なんていっぱいいると思うんで、きちんとお金取ってやればねいいと思いますけど。はい、そしたらさっきの駅から、まあ、歩いて5分もしないで着きました。ジャンクションシティですね。僕がよく行くショッピングセンターです。ここでお昼食べたいと思います。